今回はパリ一区の街を案内していくよ。電車も来たところだし、さあ早速行ってみようか。イエーイ。まずはルーブル美術館の最寄り駅からスタート。ここはね、チュイルリー庭園とルーブル美術館の間にある地下のショッピングセンターでね、独立した別の施設だから、美術館に入場しなくても利用できる。お土産探しにも重宝するし、フードコートがあるのでご飯も食べられる。中心にはね、シャンデリアのように美しい逆さのガラスピラミッドが地下に突き刺さっていると。ちなみにね、ルーブル美術館の入り口はここにもあって、ここから入れますと。地上に出てきて、パリ観光で必ずと言っていいほど通る道がここ。全長の約3キロの長い通りをセーヌ川と並行するように走っていて、歩道の片側が新古典様式の美しいアーケードになっているんだね。まさかの偉人がここにいるよ。はい。この庭園はルーブル美術館の中庭の開かれた部分にあって、美術館とテュイルリー庭園の間、東鉢に位置している。ちなみに西鉢にはコンコルドの広場がある。ここはパリ市内で最も古い公共庭園。戦略的なロケーションにあって、毎年何百万もの訪問者が訪れていると。光の街を訪れる際にこの壮大なフランスの庭園を見逃すことは不可能だね。セーヌ川沿い、コンコルド広場方面にあるモネの睡蓮が展示されていることでとても有名な美術館。モネの他にもルノアール、マティス、ルソー、ピカソ、モデリアーニなど印象派、ポスト印象派の作品を中心に展示されているね。そしてね、そのオーランジェリー美術館の後ろにあるのがコンコルド広場。その美術館の正面にあるのがコンコルド広場と、東西南北の通りを広場で十字にクロスオーバーさせているパリの要所だね。この場所は有名なバスチーユ襲撃から始まって、ブルボン家によって司られてきた王政が崩れていってね、ルイ16世や王妃マリー・アントワネットをはじめ多くの貴族が広場の中央に設置されたギロチンにかけられ首をはねられたと。その処刑の舞台となったのが今のコンコルド広場である革命広場だったと。
先ほどのオランジュリー美術館から反対側にあるのがジュドポーム美術館。名前の由来はテニスの原型と言われるスポーツらしくて、こちらでは近代芸術や映像美術などを主に取り扱っているようだと。はい、来ました。パリの夏の風物詩の移動遊園地。入場無料で乗り物ごとに5ユーロから乗れますと。何気にね、普通の遊園地並みの絶叫マシンも用意されていて、まあ規模自体は小さいけれど、この場所で感じることができる楽しさは大きいね。もちろんね、食べ物の屋台もたくさん出ていて、綿あめやチュロス、リンゴあめにクレープと選択肢は豊富にあると。そしておやつの屋台だけでなく、レストランやバーもあるので、食事やお酒も楽しむことができますよ。途中で遊園地を中抜けして、また街の中に入っていきます。先ほどのところから少し歩くと、高級ブティックの入る館に囲まれて落ち着いた雰囲気の空間が現れる。それがパリのラグジュアリーを象徴する広場。こちらの柱はね、ルイ14世を称えるために建造されて、1805年の戦いでロシア・オーストリア連合軍から奪い取った大砲を溶かしたもので飾られていると。ちなみにね、現在の柱は復元されて、最上部にはナポレオン像が鎮座していると。はい、来ました。この通りで最も有名なお店がサロン・ド・テ・アンジェリーナ。1903年の創業のパリで最も歴史が古く、ココシャネルのお気に入りで、定番名物がモンブラン。冒頭のジャンヌ・ダルク像の後ろに戻ってきたので、今度はこちらに進みます。こちらの通りは今も昔も変わらず、流行を発信し続ける高級ブランドストリート。パリ随一のゴージャスな通りとして知られているね。パリに拠点を持つブランドのほとんどの店舗がここに集まっていて、また最近は外資系のホテルがオープンし、華やかに加え、モダンでスタイリッシュな雰囲気が漂っているね。ぐるっと一周してきて、また庭園に戻ってきたので、今度はルーブルの方に向かいます。運悪くね、改装中だったのが、ナポレオンの勝利を記念してわずか2年で建てられた元祖凱旋門。ちなみにね、戦勝記念碑としてはあまりに小さいと不満を抱いたナポレオンが建て直させたのが、皆さんの知るエトワール凱旋門だと。はい、こちらが皆さんご存知のルーブルピラミッド。ガラスと金属で製作された小さな3つのピラミッドに囲まれた中央の大きなピラミッドが特徴。当時のフランス大統領フランソワ・ミッテランがパリ大改造計画の一環として建設され、中国系アメリカ人建築家のイオ・ミン・ペイが設計。エッフェル塔と凱旋門に次ぐパリで最も有名なランドマークの一つで、巨大なガラスのピラミッドはルーブル美術館の入り口なんだけども、それ自体が観光名所なんだね。
らは先ほどのルーブル美術館の建物をくぐり抜けたところにある広場、映画の元祖パノラマの舞台にもなっている場所だと。ピラミッドのあるルーブルの正面広場がどんなにたくさんの観光客でいっぱいでも、すぐ裏なのにここまで来る人は意外と少なくて、オフシーズンは特にシーンと静かで、石畳に響く足音だけが聞こえることもあって、観光地特有の喧騒を離れて歴史風情に耳を傾けてはいかがでしょうか。こちらがそのまま建物を突き抜けて最東端の外観。フランス建築のね、古典主義の最高傑作として称賛されていると。こちらの教会はね、フランス史上最大の大虐殺と言われる聖バルテルミーの虐殺の合図となった鐘を持つ教会。新旧宗教対立が過熱し、この教会の鐘の合図でプロテスタント信奉者の大虐殺が始まったとされている。まあ今となってはね、白い内装に鮮やかなステンドグラスがひときわ目を引く作りだけど、意外と知られていない隠れ家的な教会だね。こちらは先ほどのリボリー通りを右の方に直進したところにあるショッピングエリア。はい、こちらはパリ最古の泉。かつてはコレラやペストで亡くなった人々の墓場で、今は若者たちの憩いの広場となっている。ここは多くのメトロやエールウェールの複数路線が乗り入れていて、利用客数もパリ最大級の駅。特にね、若者が集まり立ち並ぶお店もプチプラの洋服や雑貨や古着屋などだね。雰囲気としたら渋谷と新宿を合わせたくらいかな。こちらは1971年に封鎖された歴史あるレ・アール市場の後に建てられたモダンなショッピングセンターと、2016年にモダンな建築物として再オープンして、非善光を取り込む巨大な傘のようなものに覆われているのが印象的。また映画館、音楽学校、レストランなどあらゆるお店が入っている。元ね、南アフリカ大統領でノーベル平和賞受賞者のネルソン・マンデラ、人生のすべてにおいて自国の人々の自由のために戦った男としてオマージュを捧げ、名が付けられました。こちらは美術館で実業家フランソワ・ピノー氏の個人コレクションを展示するスペース。世界有数の現代アート収集家としても知られていて、絵画、彫刻、写真、映像、インスタレーションなど様々な形態を網羅した。1960年代から21世紀の現在までの主要な現代アーティストの作品を数多く所有。こちらの建物はルイ14世が幼少期に過ごした王宮ですと。王族がベルサイユ宮殿に移った後、1789年の7月、王政に不満を持つ民衆に武器を取れと呼びかけ、その翌日にバスティーユ監獄襲撃事件が起こり、フランス革命へと発展。
国でね一番大切な祝日とされている革命記念日の7月14日に起こったフランス革命はここから始まりましたと。はい、こちらはね人気の写真撮影スポットで、パリ生まれ現代アーティストのダニエル・ビュラン氏の代表的な作品が飾られていると。彼のね独自の理論によってストライプの幅は 8.7 センチに常に統一されていると。白黒のストライプの延長はなんと260本。すごいね。歴史的な建物に囲まれて、さらにアートな空間を作り出していて、世界中の観光客からも愛されるスポットになっています。宮殿を突き抜けて外に出たので周辺をぶらりしましょうかなと。はい、やってきたのがパリの中心に位置するオペラ地区。歴史、アート、ショッピング、グルメなど見どころ満載で、パリ観光では欠かせない必見のスポットの一つと。こちらの銀行はね、日本人スタッフがいて日本語で対応してもらえるのでおすすめです。最後にこちら、オペラ地区にある日本地区。ブックオフやジャンク堂などの日本の本屋さんや日本食レストランの集まる場所。日本人にとっては心がほっとする場所なんじゃないかな。今回の一句の紹介いかがだったでしょうか。またね次2句3句と紹介していくのでよろしくお願いします。それじゃあ今回はここまで。最後まで見てくれてありがとう。それじゃあまたね。って終わるはずだったんだけど、改札でカードがね通ったんだけどゲートが開かなくて、で同じ改札で通ることはできないんで一駅歩いているところだと。これがフランスだと。改めて今回も見てくれてありがとう。それじゃあアビアント。